あー舐めるわー、このアシェットの付属、相関後付属のドライバー本当に舐めるわ。ネジ、ネジ山がなくなっていくわ。こんなんでやってたら絶対失敗するよね、シタイ君ね。ということで、さよなら。これは、はい、アマゾンで買った精密ドライバーで今回からやっていくよ。これのいいとこはなんかここに重りがあってこう回せることだね。これだけで回せるね。精密ドライバーによくあるこれだけで回せる、こうじゃなくてこれだけで回せる、これが一番いいよね。うんうん、これが一番いい。はい、ということで大人したいくんだよ。みんな生きてるかい。今日から26号ということで、おそらくだけど定期購読の人を一瞬追い抜くパターンだね。アマゾンで買うと2週だけ定期購読の人を追い抜くことができるんだ。その後一気に抜かれるけどね。はい、登場。はい、週刊マジンガー Z の26号登場ということで、アシェット週刊黒金の城マジンガー Z 26号を組み立てていこう。やってみよう、レッツトライ。はい、今日も開けていくよ。はい、裏には定番のマガジン、まあ、だいたいこれが入ってるのは予想してたんだけどね。さあ開けて開けて、で今回はこの紙取っとこう。やっ、オープン。ブワー、予想通りの内容物。じゃあめくっていくよ、ペロッ。はい、川右の組み立て1、もうやってんだよね、左でね。だから同じパーツが来ておりますと。はい、こんな感じだね。あれ、なんか短く感じる。さあこんな感じね。で顔が見えちゃ嫌だから裏返す。うん、もう一緒だね。はい、今回の内容物はこんな感じだよ。もう見慣れたね。さあ同じ手順だからね、サクサクいくよ。レイ。はい、固定部品 A に普通に使う、こうだね。カップを入れる、カップスター。はい、固定部品 B、 これをかぶせる。しゃ、もうこれだけだね、簡単。はい、そしてこの河岸外装 A を用意して、はい、この4つの突起のとこに穴が、カップがこう、この位置だね、こうなるようにつける。でこの穴にこの凸がすっかり入るから固定はされるんだよね。うん、はい、しっかりと入る、もう動かない感じで固定されます。はい、そしたらこの4箇所をネジで止める。はい、ネジ7番のネジ、今回はこの1種類しかないから分かりやすいね。さあそして先ほど登場した、これね500円ぐらいだったかな、詳細に書いときます。じゃーん、こいつを使って入れていくよ。舐めないでね、これブリブリ舐めたからね。ブリブリ舐め左衛門だったから今まで。舐める、普通に舐めんな。まあ、軽く止めときましょう。相変わらずここ持ってやりたい派なんだけどね、ちょっとね手元が遠いとねやりづらいからね。おい、これでね回せる、まあ、こう持ち替えて回せるのがいいよね。こう回せる、押しながら回せるっていうのがいいよね。仮止め、あ全然違うね。やっぱ500円の安いドライバーでも性能がいい方がいいね。いや逆にこれの単価いくらだよ、なんか50円もしないだろうな。で押さえながら、あーすごい回る、舐めない、舐めない幸せ。指のねこれだけで回せるからね、こう回ってないでしょ、これだけで回せるっていう幸せで、しかもグーグー押せるからいいんだね。でこれで本締めしていきます。あと長いから力が伝わりやすいっていうのかな。うん、な、うん、ボリ、もうこの時点でボリボリ言ってたからね、前はね。あ、押せるって幸せだな。これでしっかりついたね。わあ、全然違う。はい、そしたら固定部品 C をニッパーで取る。この平らな方でもう1回で切っちゃう。
1回で切っちゃいますね。はい、まあまあいいでしょう。はい、そしたらこのくっついてる磁石を剥がして、これはなくさないようにね、ほんと強力だからと強力だな。こ取って、この S って書いてる字をこう持って見えるように収めるっていうのが一応ね、一応ねやり方ね。まあでもやり方ちょっと違うんだけどね。こっからは下井くんオリジナルね。だこれは一応本通りのやり方、うまくいかないから。でここにつけるんで、こっちでも多分一緒だと思うんだ、来週ここやると思うんだけど、同じ感じなんだけど、ここにつけます。この凸に、あ、このポッチに、ポッチつか溝ね、にここの穴でネジ止め。で下井くんのやり方は先にもうつけちゃいます、ここに。でここ傷つけやすい、ドライバーでピシッとやりやすいから養生します。ここね、ジャキっていく、行きやすいから、ここね養生しとこう。はい、まあ軽く養生しておきます。ネジを通したこのパーツをねじ込む。さあ回していく。入ったね。はい、回して軽く締める感じかな。とりあえず軽く締めてだね。ここはガタガタな状態で一回止めます。はい、そしたら先ほど破った、まあ、何でもいいんだけどね、紙、表紙の紙、今回は綺麗に切ろうか。表紙の紙をいただいて、ちょっといただいて、まあ、四つ折りぐらいにします。四つ折りにします。こんな感じでいいんじゃない。この隙間がある状態で S を外に向けて、 S を外に向けない、こっちに S を向けて入れる、入れます。いい感じに入れていきます。はい、そして爪楊枝を用意して、爪楊枝でグイグイ中に入れていく作業。こうね。はい、入ったかな。入ったらこれでいいんだよね。でこれドライバーで回してるうちにこの磁石がピョンって取れちゃうんで、取れないようにこの紙を挟んできつく磁石を固定するんだよね。ここにギュウギュウ押し込んで磁石が取れないように締めてる間ね、こんな風に挟んでからこうね、くっついちゃうんだよね。あ、すごい強力だからね、くっついても頑張ってねって感じ。したらこれで回していく。これ結構長いビスだから、これこそ舐めるからね。これも押し、しっかりと押しながら、押しながら、これもう舐めてるね、少しね。音はしないけど舐めてる。はい、そして紙取ったら固定されてる。うん、グラグラしないね。このグラグラしないことが大事だから、ほんとこれはドライバーが大事かな。あとこの紙ね。じゃあ同じく反対側もつけていきます。磁石を取って、一回磁石取ってネジを入れて、はい、入ったね。じゃあこれ一回最後まで固定するまでちょっと締めてみようか。今グラグラなの、最高に固定するまで締めてみようか。先にネジ穴を作る感じ。まあ舐めないからできんだよね。舐めたらね、怖くてできないね、こういうのね。はい、これで硬くなった。はい、そしたら一回緩めます。これね、このままだとね、磁石入りづらいんだよね。なんで一回緩める。はい、緩めてこういう状態にしといて、でこの隙間から磁石を入れる。 S っていうのは外側に向けて、この隙間に磁石を入れる。はい、隙間に磁石入れたら爪楊枝でグイグイ押す。今ので入ったね、速攻で入ったね。でこれで締める。
でこのまま閉めるとグラグラしてる状態だから磁石がスポンって取れちゃうから、これを挟むっていうね、ギュッと挟んで磁石を固定させてから、そしたら回していく、ギュギュ回していく、いったか、いったな、 OK。 はい、そしたら紙を抜く、そしたら固定されてるね。はい、バッチリ。もう経験がものを言うね。はい、ということで26号完成。もう手慣れたもんさ。はい、こっから先はマガジンの内容紹介なんで、興味のない方はここで動画を閉じてチャンネル登録してくださいね。では行くよ。ペロリンコジェットパイルだ。これはまだ全然出てきてないね。でアセットさんでなんかお金追加して買った人はこれついてくるような気がしたんだけど、どうだったかな、忘れちゃった。激突サムライカブトコウジ対アシュラ機械獣、なんじゃこりゃタイトル。アシュラ機械獣つってもね、この機械獣ダイマー U5 だからね。なんでアシュラ機械獣かというと、今回から頭部にコックピットがついたんだよね。今回かつか今回だけかもしんないけど。でなんでマジンガー Z が強いのかってドクターヘルは悩んだところ、結局はカブトコウジが強えんだ、乗るやつが強えんだってことになったんだよね。アシュラ男爵お前よ乗れ、へーみたいな。このダイマー U5 もう飛行能力備わってるよ。もう弾丸のようにいろんなもん壊してくからね、すごいよこいつは。で今回の話はね、この西条っていうね、なんていうのチンピラみたいなやつとの話なんだけどね。この西条が面倒を見てる野良犬さんがカブトコウジの家で飼ってる鶏を食べちゃったんだよね。それでカブトコウジと西条は因縁のふっかけ合いになって喧嘩になる。そこにアシュラ男爵のダイマー U5 が来てしまう。そこでマジンガー Z とのやり取りがぐわーっとあって、それに戦いに巻き込まれて野良犬さんが死んでしまうんだよ。野良犬にはね5、6匹の血のみ子がいてね、西条はアシュラ男爵とカブトコウジがここで戦ったから可愛がってた野良犬が死んだんだよってすごい怒るよ。この因縁に目をつけたアシュラ男爵、なんと汚いことにその子犬を一匹を殺してカブトコウジのせいにするんだよ。西条はカブトコウジがやったと思ってね、乗り込んでカブトコウジに対してもう非常な暴力を振るうよ。カブトコウジはでもそれをあえて受け入れた。そうカブトコウジは野良犬が死んだことを心を痛めてたんだね。あんなところで戦うのは自分の配慮が足りなかったと甘んじて暴力を受けて倒れる。そしてカブトコウジはなんと目が見えなくなってしまう、一時的に。そんなチャンスをアシュラ男爵が逃すはずないよね。そのまま突っ込んでいくよ。目の見えないカブトコウジマジンガー Z に乗り込むもやっぱり全然どこに行っていいかわからないんだよ。そこでアフロダイエースが手をつないでね、こんな感じで手をつないでね導いてくれるんだけど、アシュラ男爵は目代わりになってるアフロダイエースから倒すんだよ。おなかなかやるなアシュラ男爵。この戦いを見守ってた西条がなんとカブトコウジにアドバイスを送る。敵は右だ左だ、それを目安にロケットパンチを打つ人。そう、もうこうなればアシュラ男爵は勝てないよね。さよならアシュラ男爵脱出。そして帰還したアシュラ男爵にドクターヘルはこう言い放つ。お前が無事でよかった、俺の右腕はお前だけだ。優しすぎます。はい、漫画原作のアフロダイエースは黒いんだね。まあまあなんだろう、ベタなのかな、ベタで塗ってるからかな、ちょっとデザインが違うんだね。という感じぽい。はい、今週号はいかがでしたか。26号、あと74号あるよ。シタイくんどこまで続けられるんだ。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。なんかマジンガー Z あんま再生されないんでちょっと心が折れかけてるよ。それでは大人シタイくんでした。じゃあねー。